なんで通らんのやって言ってたけど、俺がいるで通れんのやな、このタクシー。あとしばらく時間経つとこういうふうにちょっと俯瞰みたいになるんやけど、ちょっとアクセルに触れただけでこうやってなるの、すごくない、すごくないって誰に言ってる、すごいと俺は思うんですよ。ちょっと進んだけどね。で犬がもう下に見えてたんで、犬やっていこうかな。犬どこ連れていけばいい、犬がね3匹とも見えたと思うんですよ、俺やってる間に。逃げんし、犬なら迷うなっていい、まあそれは言わんとこ。え、どこ行くの、立体駐車場の屋上。遠いな、遠いなっていうか分からん、どこか。さっきのエレベーターのとこなんかな。立体駐車場ってさっきエレベーターあったのどこやったっけ。あった、この屋上、車じゃ無理じゃない、降りてくるんかな、降りてこんがあれ全部どうやって乗れん、あれ都市苦手よ俺、田舎もやで、都市っぽいところ苦手。いけん、どうやって行くんやろう、これ乗ってみようか。これちょっと長い動画になる可能性出ましたね。ちょっとハンドル持とうかな。あれ落ちちゃった、落ちちゃった。立体駐車場の屋上、立体駐、ちょっと上見たいんやけど、視点変えたいんやけど、視点変えさせてもらえんのやけど。立体駐車場はどこだ、こっちか、屋上か。あ、さっき橋直したやろ。でここから乗れるんか、あ、なんか乗れそう。あ、ここから乗るんや。え、でもこっちにも道ある、足りるかな。あ、乗れそう乗れそう。3回すんのこれ俺。むずい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 。よいしょ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 。嘘、あれ乗れるか本当に。多いじゃねって。だんだん難しく、このエリアから難しくなってきてるな、このゲーム。今までクソ簡単やったのに、クソって言うな。むずい。これ乗れる、距離合ってるこれ、距離感。おっしゃ、危ない。バックに手がいかん。めっちゃどこ行きたがってんのこの子、飛行機。あ、また違和感、危ない。何でも渡れちゃうから。ええ、どこ行きたいって。え、立体駐車場の屋上ってどこ、ここじゃないの。立体駐車場っていう概念がわからん。とりあえずあの上行ってみようか。これ3回すんの、さっきも言ったっけ。これか、ちゃうんかい、これ無理やで、飛ぶか。立体駐車場っぽくないもん全部。これはあかんな、この動画は。まあいいや、まあまあいいや、まあいいや、難しいもんだって。立体駐車場ってどこや、ちょっと俯瞰で見ようか。判定を使うな最近言葉。これかな、これ駐車場っぽいの、これ駐車場っぽいの。あ、車いるし、あ、これ駐車場や、これなんや、俺あんな変なことせんでよかったね、上の橋渡ってエレベーター乗ってみたいな。あれあれ何のためなの、飛行機トイコンあるんやね、こっちは飛行機トイコンあるんやから、あれがこの運ぶミッションじゃないなら何のためにあるんや、あれ運ぶミッションやで、飛べんからみたいな、そういうことちゃうん。ここ行けんのよ、いけた。あれでいけるの楽しいな、楽しがってるやん。危ねえ、とんでもアウトかった映画みたいに。
映画みたいによクソハリ、あっ、あーごめん難しい、ちゃんと普通にしよう。知ってるよ、そんなとこで待ち合わせすんなよ。なかなか俺の車と合ってないんだよ、サイズ感が。あー来たな、これ来たぞ。ここどこ、おーここか、ここなんや。大丈夫か本当に。誰や、あと2回すんのこれ、あと2回すんのこれ。ちょっとごめんね。星出そう、ここに星出そう。広場に行けばあと2匹ともいたはず。あー方向感覚わからん。いた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 、あと1匹もいたね、紫色の方も。見つけるのは簡単、これがウサギやったら俺この段ボール壊してるかもしれない。これどんなやったっけ、立体どこやったっけ、こっちかな。方向感覚はないな、これ見とけな、これ見とけってな。見てもあんま分からんぐらいちっちゃいけど、あれ、あ分からん、どれや、あっちかあっちか、なんか分かってきたぞこの地図が。分かってない、この中で星出そう、星が出そう、星が出た頃にはもうあそこ忘れてそう。生き方を忘れて、あそこへのたどり着き方を忘れてそうだけど、立体駐車場どこ、すげえ遠回りしてあった、ここ覚えとこうね、ここね、左右真ん中ね、地図でいう。あそこに落ちるとこついてる、危ねえ。あん中行けばいいんか、別の駐車場開いてねえって普通の車みたいに考えてんだ。え違うの、どこ行けばいいの、わあどこ行けばいいか分からん。え立体駐車場じゃないって言ってないんかな、この人。話もう一回聞くのどうすんのこれ、話もう一回聞きたいし、やばいこの動画。あれここじゃないんや、駐車場他にもあったっけ。むずい、覚えたのにせっかく駐車場の場所。ちょっと違う犬誘ってみようか、誘うぜ、誘ってるんじゃない。えここの中行ってみようか、適当にもう一回話すまで、この人が。いや何もないわ、うわーない、ない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 、こっち行ってみようか、駐車場あるか。困るなこれ、3個はこれ1個のパターンじゃない。あかん、相手してられんわ、ちょっと1回取るわこれ。あトイレって書いてある、あ漏れるって書いてある、トイレって書いてあった、さっきこれ取れるんや1回。
あ、トイレか。ごめん、読んでなかったわ。近くにある、あんた行ったとこの近くにあった、トイレは。あー、ずっと出てて、そのマークずっと出てて、消えるのの。ここやん。マーキングと一緒にすればいいやん、上でも。あれ違う、あれ、あ、黄色い色書いてある、ちゃんと。ここ、あ、ここ きちんとしてるな、きちんとしてるな。なんやなんや、3個運ぶって先入観がさ。もう1匹はどこで運ぶんだ。あの駐車場が一番難しかったのかい。とっても吠えたい気分。どこ行けばいいの。ガソリンスタンドの屋根の上。屋根の上、近い、そこになったか。それさ、どこやと一瞬思ったけど、しかも何やってあいつ近くにいるか。え、どうやって屋根の上行くのこれ。近いだけじゃあかん、上登らなあかん。あ、このゲームがいよいよ本気出し始めてる。このゲームがいよいよ本気だ。登らなあかん。誰やこれ設計したの。この街設計したの誰や。なかなかいい設計やぞ。楽しいぞ、楽しく、楽しいぞ。楽しくねえぞ、楽しい、楽しくねえぞ、楽しいぞ。ガソリンスタンドはどちらでしょう。ん、どこやったっけ。よっしゃい。さっきから吠えてたけどね、君。横のおっさんまで吠えてるかな。しかもキャンってちょっとしか吠えてないかな。さっきもキャンキャン言ってたかな。今ここ乗った時もキャンぐらいしか何も言ってないじゃない、実は。